はい、皆さんこんにちは、もちあいです。今回はこちら、てれーん、劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケールがついに公開となりました。来ました。はい、ということでこれはね、多くの方が楽しみにしていた作品なんじゃないかなと思いますけども、僕もね楽しみにしてましたから、2月の18日公開初日にですね、僕も行ってきました。はい、ということで感想についてなんですけども、あのネタバレ基本的に僕は言いたくないので、ネタバレをこう避けていくのはちょっと難しいと思ったので、今回は感想ちょっとなしとさせていただきます。ただですね、めちゃくちゃ面白かった。僕も結構期待した上で見に行ったんですけども、それでもね、それを超える面白さが来ましたので、いやー、もうこれはね楽しめると思いますよ。はい、でさらに僕が見たバージョンはですね、こう音に、なんだろう、こだわった、やつでして、音がただ単にこうボーンってでかいだけじゃなくて、こうなんて言うんだろう、響き渡るような音のね、感じがあったので、いやー、ド迫力でしたよ。はい、やっぱソードアートオンラインね、 SAO ですから、爆発シーンとかね、バトルシーンでそういうのが来ますから、であと、なんだろう、場面の切り替えでフロンとかね、結構音がね、来るので、その時にいちいち僕はビクビクしながら見てたんですけども、いやー、その音にこだわったバージョンで見てね、僕は良かったなと思います。はい、で早速出したこちらはですね、パンフレットに、なります。いやー、この振り返ってるアスナいいですよね。裏側はこんな感じ。パンフレットは、1000円ですね。はい、こんな感じでございます。パンフレットだいたい1000円以下なんですけども、まあでもね、1000円するんですけど、結構読み応えあります。キャストさんとかスタッフさんの、インタビュー記事が結構濃く載ってますから、いいと思います。はい、ということでまずパンフレットはこちらでございます。でですね、全部の、劇場にあるかわからないんですけども、ポップコーンとドリンクカップかな、っていうのが売ってまして、それも買ってきました。まずはドリンクカップ、こちら、てれーん、はいね、キリトの黒ですよ。はい、それでですね、ちょっと、あ、見えるかな、キラーンとちょっと光ってるんですけども、キャラクターが描かれております。でここにソードアートオンラインと書いてあるんですよね。でこれはですね、おまけが実はありますね。やっぱりこういうのにはね、ランダム系のおまけがついてくるわけでございます。それがこちら、てれーん、ね、銀フィルムということで中身は選べません。フィギュア付きになってまして、ちっちゃいフィギュアが入ってます。でキリとかアスナ、どっちかです。で僕はもう現地っていうか、もう映画館で開けちゃいましたので、結果を今発表すると、てれーん、キリトでした。こっちか、はい、キリトでした。まあでもね、キリトとアスナだったらもう正直どっちでも大丈夫です。はい、結構ね細かく作られてるんですよ。今回のオーディナルスケールの衣装ですね、こんな感じで、ちょっと見えづらいけど、オーグマーもちゃんとついてるんですよね。細かいです。でこれ見本によるとここに乗っかるらしいんですよ。ただね、これ結構何回もやったんですけど、まっすぐ立たないっていうね感じがするので、まあこれでいいかな。でもね、このカップしまいたいので、フィギュアだけこう置いとく感じになりますかね。ということでドリンクカップと、あとはねポップコーンがあるんですよ。こちら、てれーん、オリジナルの袋に入ったポップコーンでございます。ドリンクが1000円でポップコーンが800円、別売りです。こんな感じで袋、僕は袋を毎回こういうのが出るたびにですね、別にしてもらうので、これはピカピカの新品です。はい、キービジュアルが2面あります。こちらのオリジナルポップコーンにもおまけが実はついてきます。それがこちら、てれーん、ステッカーでございます。こちらももちろん中身ランダムです。オリジナル台紙付きドレスステッカー前後種ということで、これもね、実は開けてあります。いきますよ、せーの、てれーん、はい、当たり当たりです。まあ他のキャラもね結構いいペアなんですけども、僕はキリトとアスナとユイちゃんのやつを当てました。めっちゃ嬉しいです、めっちゃ嬉しい。こちらがポップコーン買うとゲットできます。であともう一個おまけがあって、こちらハガキが1枚ついてきます。これは何かというと、オリジナルポップコーンセットプレゼントキャンペーンということでですね、抽選で1名様に、サイン入りビーニポスターが当たるということで、すごいですね、1名様となってます。ただやっぱね、可能性ゼロなわけではありませんから、一応応募してみたいと思います。はい、ということでドリンクと、ポップコーンのセットでございました。で続いてこちら、来場者特典でございます。
ほぼ1周目はなくなってると思うんですけども、こちらが1周目の、イラストカードだったかな、でございますね。オーディナルスケールと書いてありますけども、2周目はこれと同じイラストカードのアインクラッドの、バージョンですね。同じくキリトとアスナが描かれてます。いやー、それも欲しいんですけども、そう考えるとこの後の入場特典も確か8周までかなあるっていうのが出た気がするので、それを考えるとこの後、シリーズでここのキャラクターが変わるバージョンが出るのかなって考えると、いやー毎週行くのはきついんだけどっていう感じがしますけどね。いやー、ただ人気ですからね、多分土日でなくなっちゃうとこが多いと思うので、いやーチェック必須です。はい、ということで来場者特典でございました。で、残りはですね、劇場物販に移りたいと思います。結構何点かあったんですけども、僕は数点だけ買いました。まずはこちら、でれん、クリアファイルとステッカーのセットでございます。こちらが500円ですね。やっぱこのキービジュアルいいですよね。表と裏はこんな感じ、ちっちゃいですがこっちだね、ここにステッカーが入ってます。はい、続いてこちら、でれん、オーグマのドッグタグキーホルダー、ででん、こんな感じで結構重量感あるんですよ。これが1200円ですね、ドッグタグ付きオーグマーキーホルダーです。はい、ここにですねオーグマーがあります。いやー、オーグマーグッズ化してほしいですね。あのキャストさんたちが舞台挨拶かな、なんかでつけてたの見た気がするんですけど、いやー、ぜひともオーグマーグッズ化してほしいです。はい、ということでこちらのキーホルダーを買いました。あと他に売ってたのは、スマホクリーナーストラップのキリトとアスナバージョンとラバースと、あとトートバッグとかユナのぬいぐるみで、今回のユナのフェイスタオルとかですね、あとは缶バッジとかが売ってました。あとこのキービジュアルを使ったタペストリーもね、売ってました。はい、ということでグッズは以上でございます。はい、ということで今回は劇場版ソーダアートオンラインオーディナルスケールの買ったグッズのご紹介でございましたね。数点しかまあ買ってないんですけども、いやー、とにかくね映画が面白かったということで、ちょ最後にここだけ、あれどこだ、映ってた、ここあのパンフレット見てたら、最初このページね、上からもちろん読んでたので、あれオーグマグッズ出るのって思ったら、こういうあの写真でした。はい、あの2026年って書いてあるので、あのこういうね、SAO 世界内での、キリトたちのね世界内での、まあ、宣伝ページみたいなのがね、ここに挟まってるということで、あの一瞬出るのかと思っちゃいました。はい、そういうわけでございます。はい、いやー、でもオーグマはいいですよね。ということで、パンフレットもあのこの後ねインタビュー記事読んでいきたいと思います。ということで、また何週かは行くと思います。来場者特典もね、気になりますので、チェックして、行けるタイミングでバシッとね行きたいと思います。ということで今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。